さあワディークラブ、今日は村のため池と龍神様を見に行きます。この池は40年前に山から流れる小川をせき止めて作られたそうです。龍神様は池の中央の小島に仏像とともに祀られています。作られたのは割と最近で、3年ほど前でした。うちの村は人口が多い割に水源が少なく、慢性的に水が不足しています。そのため、水の神様である龍神様をここに祀ったそうです。タイの宝くじは自分で数字を選んでバラで買います。ここにお参りして数字を授けてもらうとよく当たるそうです。さて、私たちは幸運をつかむことができるでしょうか。今日は裏のため池に来てみました。ご視聴ありがとうございました。